岡弘也さん。主な出演作は超人バロム1、時間ですよ2、刑事くん第2部、スケバンデカ2など。しかし一番の代表作は何といっても源ちゃんシリーズです。宮脇康之さんの後を継ぎ、小学生から中学生にかけて2代目源ちゃんとして様々な源ちゃんシリーズで演じました。子役の中で年齢が上がってくるとバンドを組み、リードボーカルとベースを担当していました。しかし10代後半で芸能界を引退しました。1994年に医学部を卒業して、1995年から医師になりました。今もクリニックを開業して院長となり、医師として活躍中です。真田広之さん。主な子役時代の出演作はドラマ氷点、特別機動捜査隊、キーハンター、映画遊興列伝、昭和残響伝、死んでもらいますなどです。映画直撃地獄拳では主人公の甲賀隆一演じる千葉真一さんの少年時代を14歳の時に演じて話題になりました。小さい頃、近所に住んでいた俳優の高田光吉さんの子供と遊んでいたところをスカウトされます。幼児向け雑誌のモデルに始まり、映画やドラマに多数出演。高校時代は勉学に励むため芸能活動は一旦お休みしました。高校を卒業すると大学に進学し、さらに芸能活動を再開。かねてからジャパンアクションクラブに入っていたため、アクション俳優となり世界へと羽ばたいていきました。1990年、俳優の手塚さとみさんと結婚、2人の息子さんを設けるも、1995年映画で共演した葉月リオナさんと不倫して離婚。今は日本のドラマや映画には出演しないようですが、ハリウッドなどで俳優として活躍中です。松田洋次さん。主な代表作は仮面ライダーシリーズ、太陽に吠えろ、ウルトラシリーズ、映画どんぐりっこ、地震列島、プルメリアの伝説、天国のキッスなど。なんといっても一番の代表作はドラマ家族ゲームです。落ちこぼれだった中学生の沼田茂之が、長渕剛さんが演じる家庭教師によって勉強の成績が良くなり、進学校に入学することになる。松田さんはこの沼田茂之役を演じました。松田さんは小さい頃、家の近所でドラマのロケをよく見かけて、自分も興味を持ったのがきっかけで児童劇団に入りました。一度離婚を経験した後、2006年再婚、2人の息子さんを設けました。今は声優や吹き替えを多数受け、さらに舞台にも多く出演しています。宍戸勝さん。主な代表作はそれゆけレッドビッキーズ、ウルトラシリーズなど。特に一番の代表作は何といってもスーパー戦隊シリーズです。古代文明をモチーフにしている超力戦隊オーレンジャーでは、主役の超力戦隊の隊長、星野五郎オーレット役を演じています。そんな宍戸勝さんが芸能界に入るきっかけとなったのは、小学6年生の時に劇団に入ったことでした。もともと面倒見のいい人らしく、オーレンジャーの時も他の出演者たちに気を配りサポートしていたそうです。2006年から2009年まで、トシ伊藤とハッピー&ブルーのメンバーとして活動していました。その様子を見た後輩の酒井和義さんたちが純烈を結成して銭湯を巡る発想を得たと言っています。今もご健在で、芸能事務所ジャパンドリームミュージックを立ち上げ、新トシ伊藤とハッピー&ブルーを結成。
他にはディナーショーやさまざまなイベントに参加しています。原田純さん、主な出演作は大江戸捜査網、弁護士母さん、遠山の金さん、映画裸足の弦パート3、広島の戦い、金田一耕助の冒険など。中でも一番の出演作は熱中時代です。原田さんは熱中時代の主題歌も歌っていました。平尾正明ミュージックスクール出身で、他にもひろみ、僕は鳩などのシングルを出しています。その後芸能界を引退しました。しかし高校を中退した後、さまざまな職を転々として居酒屋で働きながら芸能界で再デビューするべくトレーニングをしていたものの、その居酒屋は倒産。現在は名古屋に住み、運送会社に勤めているそうです。栗俣敦さん、主な出演作はドラマ傷だらけの天使、水戸黄門、青春の門、筑豊編、元禄太平記、黄金の日々、母さんの愛が聞こえるなどです。中でも一番の代表作は暴れ八着シリーズです。男暴れ八着、俺は男だ暴れ八着、男三人暴れ八着では主演の二代目桜間長太郎役を演じました。長太郎は勉強はできずガキ大将であるものの、正義感が強くて弱き者の味方になる優しい一面もある元気いっぱいの男の子です。そんな長太郎を演じた栗原さんは1970年代に劇団いろはに入団したのがきっかけで子役として活躍しました。人気が出ましたが、その後芸能界を引退。現在はホテル大倉東京ベイで調理師をしています。古本慎之介さん、主な出演作は江戸の朝焼け、走れ熱血刑事、噂の刑事トミーと松、坂の上の雲、我ら動物家族、彩り日村、映画男はつらいよシリーズ、稲村ジェーン、コードブルー、ドクターヘリ緊急救命など。中でも特に代表作となったのはドラマ北の国からです。古本さんは北の国からに主人公黒板の息子純の友達である飯田博介役で出演しました。1980年代から子役として芸能活動をしていました。その後パーソナリティや声優としても活躍。一般の女性と結婚していて、2018年に女の子をもうけています。今も俳優やミュージシャンとして活躍していますが、それ以外にハワイが大好きであることからハワイアンショップを経営しています。内海俊彦さん、主な出演作は一心助け、大江戸捜査網、ホームスイートホーム、スーパーロボットレッドバロン、特別機動捜査隊などです。中でも特に代表作となったのが少年探偵団。人や動物の真似ができることからオウムと呼ばれていた橋場総司役を演じました。内海さんはまず CM から出演し、4歳の時にドラマデビューしました。その後ボーイソプラノの声を生かして声優も多数務めます。将来は俳優として活動したいと言っていたものの、変声期を迎えた1980年頃から活動した形跡はなく、その後は引退されたようです。春田和秀さん、主なドラマの出演作は木下圭介アワー、我が子は他人、福山一郎役、頑張れレッドビッキーズ、コオロギ橋など。
出演映画は裸足の弦、涙の爆発、中岡源役。中でも一番の代表作は何といっても映画砂の器だと思われます。ハンセン病患者の息子である犯人役の厳しく辛い子供時代を見事に演じています。そんな春田さんは愛知県出身、子役時代は劇団コマドリに所属していました。俳優となった春田さんを見たかったのですが、残念ながら今は芸能界を引退して自動車関連会社を経営しています。さて、いかがだったでしょうか。とても懐かしい、あの時の記憶が蘇って楽しかったと思った方は高評価をいただけると励みになります。また一世を風靡した懐かしの昭和の子役たちに関してあなたの思い出をお聞かせください。あなたと一緒にコメント欄で話し合いができると嬉しいです。そしてチャンネル登録していただいたら懐かしのテレビの情報をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。